皆さんこんにちは。今日はこの機会いただいてどうもありがとうございます。私普段はメディカルメガバンクの話をしてバンクやコボートとかそういう話をさせていただくんですけれども、今日は前田先生にお願いしたら自分の研究の話をしていいということで、すごく喜んでですね、この錆びない体というのを話をさせていただこうと思います。最初の15分ほど私の研究の話なんで、あるいはちょっとお前何言ってんだという退屈というところがあったらちょっと許していただきたいと思うんですけども、その後そこを我慢していただくと本当に初公開の宇宙に行ったマウス の写真をご覧に入れますので、ちょっとそれまでご容赦いただければと思います。それでは始めさせていただきます。それでこれはですね、大気汚染の厳しい中国 の写真をネットからちょっと撮ってきたんですけども、皆さんこういう大気汚染のところに住んでいたら PM2.5 とか話聞かれますよね。その後何が起きるかっていうと、この後に起きることっていうのは喘息になるとか、それから肺気腫になるとか気管支炎になるとかっていうのもあると思うんですけど、一番怖いのは肺がんではないかと思うんですね。それで化学物質がたくさんにあふれてるわけですから、肺がんが怖いと。それで肺がんということを、特に化学物質による肺がんということを歴史の中で長い研究の歴史があって、化学発がんと呼ぶんですけども、ケミカルカルシノジェネシス、その、一番のこう根本になる考え方を解き明かしたのはこの人たち、ウィスコンシン大学のミラー夫妻なんですけども、お二人とも亡くなられちゃって残念なんですけども、それで今日は荻野様から東京エレクトロンという会社のお話をいただきました。それでエレクトロンって何だと、これ電子ですよね。で電子の発見者とキャベンディッシュ研究所っていうところの、私物理ダメなんでですけど、トンプソンという方だったんではないかと思うんですけども、その電子がですね、実は私たちの発がんをドライブしてるんだということが、この方たちによって分かってきたということになります。先ほど の写真の中であるようなたくさんの化学物質は、実はまだそれだけではがん原物質ではなくて、プロカルシノージェン、全がん原物質というようなことで呼んでいます。これが私たちの体に入ると第1層、第2層、第3層という解毒反応を受けて、その実際には無毒になって細胞の外に排出されるんですけども、この第1層の反応があると代謝の活性化が起きて、それで分子の中に、これパイ電子軌道なんですけども、電子が足りない部分ができてくる。この電子運の中で電子の足りない部分がある分子のことを、電子を欲しがる性質を持ちますので、新電子性物質、もしくは新電子性分子、エレクトロファイルという名前で呼びます。このエレクトロファイルこそが還元物質であり、これは実はDNA っていうのは電子を与えたくて、電子にあふれていて電子を与えたくてしょうがない状態にいる生体高分子ですので、近づいていって共有結合を作って、それでがん遺伝子を活性化するとか、アンタイキャサジン、性がん遺伝子を活性化してしまうというので発がんをするという、これが私たちの発がんの、だって化学発がんが私たち周りで一番多いので、本当にがんのスキームになっているわけです。ただ多少タバコを吸っても、タバコ吸ってはダメなんですよ、ダメなんですけども、多少タバコを吸っても、それからおこげを食べてもですね、大丈夫なのは第2層応答反応、第3層の、トランスポーターがあって外に運び出してしまうので解毒ができるから、だから大丈夫だと、こういうストーリーになっているわけです。それでですね、私は長い話を省略すると、この化学発がんを防ぐような体の中の仕組みを解き明かした、それが一番私がやってきた仕事になります。この NRF2 という分子なんですけども、この分子は生体防御系酵素群の遺伝子発現を活性化して、私たちの体を守るような、そういう働きをします。それでこの NRF2 は解毒代謝の魚臓器で発現していて、核の中で生体防御遺伝子群を冷やすと。それでこれをですね、どうやって証明したかということなんですけども、私は NRF2 ノックアウトマウスという NRF2 がないマウス、遺伝子組み換え、遺伝子消失マウス、ノックアウトマウスを作りました。このマウスはですね、今日の話の後半で
私の代わりに宇宙を旅行してきてくれたマウスになるんですね。ですから今から少しは実験室の中 の話なんですけども、大きく羽ばたいて宇宙にまで行ったマウスになったということで、お話をさせていただきたいと思います。エナレスとノックアウトマウスを作ってですね、これをもう本当に世界中に配りました。日本から世界に向かってこう輸出されたマウスのチャンピオンです。もう500を超えるような研究室にこのマウスを配って、世界中でこのマウスがジャンピングアラウンドをしていたわけです。それでたくさんの人が研究したんですけども、もう一つこの最近は次世代シーケンサーというテクニックがあって、それで網羅的に遺伝子を調べることができますので、 NRF2 が制御する標的遺伝子どんなものがあるのかというのを調べたのがこれなんですけども、解毒酵素、これは NRF2 に制御されている。もう一つここは大切で、活性酸素の消去、活性酸素を解毒してしまうようなものが NRF2 によって増えていく。つまり酸化ストレスがなくなる。私たちの体は酸素を使ってグルコースを燃やしてエネルギーを得ています。ちょうど鉄が酸素で錆びていくように私たちの体も錆びていくんです。その私たちの体が錆びていくのを防ぐような、そういう生体防御酵素群というのが NRF2 によって制御されている、そんなことを見つけ出したわけです。さらに、毒物を運び出すポンプ、それからこれなんですけども、NADPH 合成酵素というのは私たちの体の中に還元力を作り出して、酸化ストレスが来た時にそれを防ぐような還元力を作るペントースリン酸経路。ちょっとこれ大学でいうと教養部の生化学ぐらいの講義なんですけど、皆さんずっと忘れちゃってるはずと思うので、ペントースリン酸化性もこういうもので制御されていることになります。そうすると実際にはどんなことが起きていたかというと、こんな話なんですね。活性酸素というのは DNA に傷をつけます。 DNA を酸化してしまいます。共有結合してしまいます。それから先ほど申し上げたエレクトロファイル、毒物ですね、毒物のも DNA に傷をつけます。これが発がんの本体で、私たちががんになるというのは DNA に傷がつく、その本当にまさに DNA の傷ががんを作り出すわけです。ところがですね、 NRF2 は抗酸化酵素、錆びない体を作る酵素も、それから解毒酵素も両方誘導しますので、これが来るとですね、そうするとこの、活性酸素もですね、それから沈殿性分子も両方なくなるので、こういう形でその毒物がなくなるので、消失、解毒、それで DNA がきれいになるという形で、それでこうがんを防ぐ、体を錆びさせない、がんを防ぐことができる、こんなことになるわけです。それでエナレスを見つけてですね、体が錆びなくする一番 のヘッドクォーターを見つけたんで、これは良かったなとこう思ったんですけども、じゃあどうやって制御されているのかっていうので、キープワンという、これはストレスのセンサーを見つけました。でこのキープワンというセンサーは、普段はエナレスを捕まえて、エナレスに壊れる目印をつけて、それでどんどんこうエナレスが壊れてしまうような、そんな働きをしているんですけども、酸化ストレスが来たり、それから環境中のいろんな毒物、沈殿性の分子、エレクトロファイルが来ると収縮されて働かなくなります。ストレスの時には不活性化して、キープワンを不活性化して、そうするとエナレスが壊れなくなりますので、安定化して核に入っていく、こういう仕組みがあるということを見つけたわけです。ここではキープワンというのはストレスのセンサーで、しかも指基地をくっつけてエナラスが壊れる目印をつける、そんなエナラスを壊す働きと一緒に外界 の毒物を感知するセンサーの機能を持っているというようなことになっています。でそれをですね、じゃあ実際にどんなふうにやっているのかというので、漫画のようにしてお示しますと、キーパンというのはこんな形 の2つがこう2両体を作ってこんな形をしています。で NRF2 の, 頭の方なんですけど、N 末端の方に ETGE というモチーフと DLG というモチーフがあって、 ETGE というのは非常に固くつく一方、 DLG というのは緩やかにつくようなものなんですけども、この2箇所で結合すると、ちょうどこの真ん中に指キチンというものがくっついて、そうすると NRF2 はプロテアソンというところ、すぐに壊れてしまいます。
半分壊れるので18分しかかからないのですぐにエナリスは壊れてしまう、こんなやり方になってるんですけども、ここにですね沈殿性の分子とか活性酸素とかエナリスの誘導剤みたいなものを入れると、そうするとこの誘導剤っていうのはいろんなものがあるんですけども、今からお示ししますけども、いろんなものがあるんですけども形は全然似てないんですけども、ただあの硫黄のこのサルファですね、硫黄の SH を収縮するそんな力はこう共通してあります。そうするとここの硫黄を収縮すると、そうすると形が歪んでもはや指キチンというものがつかなくなる、そうするとこの分解もなくなってしまいます。この1個は最後までくっついたままなんですけども、新しくできてきた NR 質がみんなここをスキップして核に行って生体防御遺伝子を活性化する、こんな仕組みがあのこう私たちの体を守る仕組みとしてあったわけです。これはすごいぞというので、あのたくさん論文を書いてですね、あの分子のメカニズムを解き明かしてきたんですけども、基本的なこととしてはキープ1がストレスのセンサーとして働く、それからそのキープ1の中の反応性のシステム SH を持ったシステム残機が、これがそのセンサーを作っている、こんなことが分かったということになります。これをあの私がですね、あのお前の話だけじゃ信用できないよっていう人向けに、あの一つだけ実験をお示ししようと思ってですね、キープ1に対する非常に特異的に反応する抗体を作って、キープ1の存在を見てみると、これ抜けてるとか核なんですけども、核の周りの核周囲の細胞質にキープ1はいつもいます。でストレスがないときはエナリスはキープ1に捕まってすぐ壊れてしまうので、細胞の中にエナリスは全くいないんですね。キープ1は核周囲の細胞質に存在して、それでいつもエナリスを壊している。ところがですね、エナリスを増やすような刺激を与えると、そうするとキープ1の存在居場所は変わらないんですけども、核の中にエナリス2が溜まってくる、こういう形でエナリス2が核の中でいって働くか働かないかの、こんな制御を作り出しているんだということになります。これをですね、うちの娘にあの語って聞かせてですね、うちの娘は皆さんあのご存知ないかもしれないんですけど、あの結構名前が通った漫画家なもんです。あの週刊モーニングとかたまに書いてるあの漫画家なんですけども、うちの娘に語って聞かせたらですね、まあ、こんなモデルがいいんじゃないのかというので、こうフラッドゲートモデルという洪水調節もフラッドゲートモデルをこう作ってみたんですね。それでこの普段はキープ1というのが洪水調節門を閉じているので、エナリスはこれ中に入れない、核の中に入れないので壊れていると。ところが、体がストレスを受けてエナリスが核に行かなきゃいけないというときは、このキープ1が不活性化して、プラグゲートが開いて、こう入っていくんだと。こんな制御の様式が作られているんだということになります。それでそのメカニズムのことをあの、フラッドゲートっていう論文を書いたり、ストレスセンシングメカニズムの論文を書いたり、一番最近はあのこれ去年 の, あの夏に書いたんですけども、キーパンエナリスシステムであのイオサイオルベーシとセンサーエフェクターというこんな論文を書いたんですけども、この論文はですね、あのフィジオロジカルレビューというあの生理学レビューで、あの非常に権威のある雑誌で、あの実にですね34ページにわたって、で文献も279かな、あの引用したもう超大作で、何よりも私が大ヒット著者なんですね。でこれを書いてですね、どうだ偉いだろうっていうか、あの私もまだまだ君たちと元気だよとかって言ったら、いや先生あのもう引退したらいいんじゃないですかと集大成やりましたねとかって言われて、あこれ困ったというので、あのここに来たら若々しく話すようにあの努力をしております。それからあのシステンなんですけども、このキープ1という分子は実にシステン の, あの硫黄を持ったアミノ酸が26個あるんですね。でそんな26個もあるシステンがあ の, のうちのどれか一つくっていうことはないだろうというので、まあ、しっかり調べてみると151番っていうのがここにあるようなあの化学物質を、273番288番っていうのは別のこう化学物質を、さらに一番知りたいこれ過酸化水素なんですけども、過酸化水素、酸化ストレスはこの3つ以外のシステムを使っているというようなことで、どのシステムが働いているかを、これはあのもう皆さんあの眠くなっちゃうような話をものすごく一生懸命やってあの決めています。であの話としてはですね、システムがセンサーになるので、システムコード、システムに暗号が隠れているシステムコードで、しかも
キープ1の分子上に複数のセンサーが存在していて、いろんなものを取り替え引き換えこう調べているというので、これはあの物質生物学の極致のようなんですね。まだまだ私はこれを続けてやりたいと思うような、そんな仕事が今進んでいます。それで今までのお話を復習してしまうとですね、こう2つの ETG というサイトと DLG というサイト、こっちがあのハイアフィニティ、こっちがローアフィニティで、あの強くつく方、弱くつく方でついていて、普段はイビキチンがついてすぐにエナルスが壊れてしまう、2箇所で結合している2サイトバインディングのメカニズムが重要だと。でストレスが来るとですね、さあどうなるかというと、ここに新電子性分子エレクトロ回路がつくと形が歪んで弱い方が外れる。ちょうどこれはあのドアのようにですね、ドアの蝶子貝はいつまでもついてるんだけども、カン抜きがこう外れて、カン抜きが外れると形が歪んで指キチンがつかなくなるという、蝶子貝とカン抜きメカニズムというものが隠れてるんだと、こういうことをあの見つけ出しました。これはあのカナダからの留学生のキットトンが、博士課程の留学生だったんですけども、で、システンコード、システンの修飾が遺伝子の発現する、貢献する、システン修飾によって弱い結合サイトが外れる、ちょうどドアが半分開くような蝶子貝とカン抜きのメカニズムなんだと。これが環境からのストレスを遺伝子の発現制御につなぐような分子機構の要になっているんだということを解き明かしたというので、これはあの、誇りに思ってあのる仕事になっています。これはあのドイツの生化学会の機関誌なんですけども、あのこのレビューを送ったらドイツ風の漫画を描いてあのこうアプリシエイトしてくれたという、そんなことになっています。それでこういうことを出してもですね、科学者っていうのは批判精神にあふれていて、大体、まあ、それ本当か証拠が足りないよってこう言われるので、それであの電線の単粒子解析、クライオで今すごく流行りのクライオをやって実証したとか、それから熱力学や反応速度論もやったんですけど、これはもう皆さんにとってはあまりあの面白くない話なので、この臨床解析っていうところだけ今日少しあのお話をさせていただきます。それで先ほどもお話ししたエナルスの遺伝子のカウントマウス、エナルスのないマウスなんですけど、このマウスはあの遺伝子が一つないだけで死なないで非常に元気で、ただあの歯が真っ白なんですね。真っ白な本当に白いあの歯を持ったマウスで可愛いんですけども、このマウスを世界中に送って、それでいろんな解析私たちもやったんですけども、そうするとですね、このマウスエナルスがないとですね、心筋梗塞とか脳梗塞とか腎梗塞とか、いわゆる血管が詰まって酸素が足りなくなって起きる病気に非常に厳しく起きることが分かりました。それからタバコを吸ったり、先ほどの PM2.5 のようなもので肺気腫になったり、あの気管支炎になったりすることがたくさんありました。さらに、化学物質による発がんに対して非常に感受性があって弱いマウスになっていました。そうするとひっくり返して考えてみるとですね、エナルスが働かないと多くの病気が起きる。逆にエナルスを増やしてやるような薬を作れば、この薬は私たちの体を守ってくれるんじゃないか。それで実際にそういうことが進んでいてですね、一つはこのテクフィダラという薬なんですけども、これはもうあのアメリカ の FDA という官庁で認可されている薬なんですけども、多発性硬化症というあの女性の方にかかる難病があるんですけども、神経難病なんですけど、これのもう本当に特効薬でファーストチョイスで作られて、売り上げも全世界で20万人の人が飲んでいるというような薬があのこれでできました。それからバルドキソン、これが素晴らしい薬でですね、あのアメリカではダメだったんですけども、日本の共発酵キリンという会社がすごく一生懸命やっていて、それで今第3相試験に入って、それでおそらく世界で初めて糖尿病性の腎障害、糖尿病性の腎症の、に効く最初の薬になると思います。ファーストインクラスの薬になる、そういうあの期待が持たれている、ダイアベティックネフロパチーの最初 の薬になる。それでこれは世界の中で日本が先鞭を切ったと、先駆け申請が認められたというので、素晴らしいあの薬になるだろうというふうにあの期待をしています。でなぜそんなあのことになるかというと、最初に私はエナルスはあの解毒や抗酸化だと申し上げたんですけども、もう一つはあの糖尿病のような代謝系の関連の遺伝子もエナルスに制御されている。もう一つですね、エナルスのシステムというのは炎症を抑制するという効果があって、この、解毒や抗酸化、
高糖尿病、さらに抗炎症のこの3つの作用が前面に立っていろんな病気の薬になるんだということが分かってきたということになります。今世界中でですね、多くの製薬企業さんがエダルスの誘導剤を治験が始まってるんですけど、この青で書いてあるのはみんな治験に入ったところで、それ以外に黒で書いてあるところも、もうすぐ治験に入るとか効果があるとか、特に私注目しているのは肥満症でエナルスを飲むとですね、痩せるんですね。で変な痩せ薬じゃなくて本当にエネルギーを使って痩せていくということで、このあたりも面白いかなと思って、エナルス誘導剤に有効性を示している疾患、世界中のメガファームが取り組んでいる病気ということになります。でもうちょっとだけ皆さんとお話ししたいと思うんですね。じゃあがん細胞ってこのキープアンエナルスをどうしてるんだというので、国立がん研究センターの柴田先生、それから太田先生と一緒にたくさん の肺がんや他のがんを調べてみました。それでこれは肺の腺がんの方なんですけども、肺腺がんはキープアンのエナルスに結合する位置にたくさんの体細胞変異がありました。ミューテーションがあった。一方、エナルフツの方ではですね、先ほど申し上げた腸痛蓋と肝抜きにだけ一致して、ここにだけ体細胞変異がありました。それで、これでこの変異はキーパンとエナルフツの結合面に一致して多くの体細胞突然変異がある。これらの変異はエナルフツの活性化に働くということが分かりました。実にここにしかないので、これはもう驚異的なんですけども、それでこの結果を見てですね、すぐに私、東北大の肺がんの手術をする呼吸器外科というところがあるんですけども、そこに行ってですね、フリーザーをひっくり返して今まで手術をした肺がんの切片を取り出してきて、エナルスが実際に出ているがんと、それから陰性のがん、陽性のがんはエナルスアディクテッドキャンサー、エナルスにもうアディクトしちゃったがんということで調べてみると、皆さんこれは本当にびっくりなんですけども、エナルスを出してないがんというのは手術後の予後がすごく良くて治っちゃったんですね。一方でエナルスを出しているポジティブのがんというのはもう5年生きない、非常に予後が悪いということで、エナルスを出しているがんは予後の悪い悪性のがんだということが分かってきたわけです。おそらくここのところはもう一度申し上げますけれども、キーパンとエナルスの結合面に一致した体細胞突然性変異がたくさんある。これらの変異というのはエナルスの活性化に当たる。でこれは抗がん剤の解毒代謝系とか多代代謝因子を活性化するので、抗がん剤が効かなくなる、それから、酸化ストレスに強くなるということなんで、エナルスが、たくさん出ているがんは悪性のがんなんだと。それもう一つ、この腸痛蓋と肝抜きに一致して本当にたくさんの変異があるということは、私が提唱している腸痛蓋と肝抜きメカニズムを自然のレベルで病気の解析から強く支持してくれているんだというふうに考えています。ところがですね、科学者は批判精神に富んでいて、これは本橋穂積先生で、今加齢医学研究所の副所長で、私の部屋の准教授までやって独立していったんですけども、本橋先生が来られてですね、山本先生甘いですねと、その解毒とか抗酸化だけじゃダメですよというので、何を言うかと思ったらですね、これはエナルスががん細胞の代謝全体をリプログラミングして増殖に有利な方向に変えてるんですよと。それで実際にペントースリン酸経路もがん細胞で増えてる、それからグルタミンの利用も増えてるとか、グルタチオンがたくさんできてるとか、代謝のリプログラミングという考えに立たなければいけませんと言われて、本当におっしゃる通りで参りましたと言ったんですけども、本橋さんと一緒に書いたこのキャンサーセンターの論文は、代謝リプログラミングっていう世界を切り開いたキャンサーセルって立派な雑誌なんですけども、の中のこの年のトップの論文に選ばれた、そんな論文が書けたっていうんですけど、私としてはちょっと複雑だなと思っています。で、これまで皆さんに申し上げたのは、エナルスは化学発電から体を守るんだと。一方、がん細胞はエナルスをハイジャックして自分が悪性化していくんだと。エナルスの発現量はこっちなんですけども、ここが横軸なんですけども、エナルスが少なくてもリスクが高い、エナルスが多くてもリスクが高いということで、こんな形になっている。で特にエナルス2の多いこのがんというのは悪性なので、これはもう、多少薬で多少 の薬抗がん剤ではもう治らないがんですので、エナルス2の、
NR2 を阻害する NR2 阻害剤、今までは誘導剤を作ってたんですけども、阻害剤も作ってがんの化学療法にアプローチした方がいいというようなことを、そんなことをそれで、キーパン NR2 制御系のまとめなんですけども、私はキーパン NR2 系というパセを見つけて、それでその病気の症状を改善するような誘導剤が作れるんだと、一方がんに対しては阻害剤で抑え込むことがその大変大切なんだというようなことを見つけてきて、これはこれでその非常にこのフィールドを大きく切り開いてきた仕事になっているというふうに思います。去年トムソン・ロイター、今クラリベットというところから去年のモーストハイリーサイテッドサイエンティストという称号をこの仕事でいただいたということになります。でですね、それだけではなかなか満足できなくなってですね、で宇宙に NR2 のノックアウトマウスを送ろうというので、宇宙に NR2 のノックアウトマウス の送るプロジェクトを始めました。これは JAXA が希望利用テーマの公募をしていたので、 JAXA の公募に応じて宇宙環境で宇宙ストレスに立ち向かう転写因子 NR2 を試させてくれないかということをお願いしたわけです。でこれは私の前のミッションで、第1回目のミッション MHU1 の時に高橋悟教授、高橋さんも私の部屋から独立した人なんですけども、高橋さんが野生型のマウスを12匹、それで宇宙の希望宇宙ステーション400キロメーター上に連れて行ってですね、それで6匹は遠心機で人工重力を作った、6匹は無重力だと。この人工重力の群れはちゃんと床にみんないますよね。ところが無重力の人はみんな人じゃなくてマウスはみんなこう浮いてるわけなんですね。でだけどだんだん慣れてきてですね、尻尾を上手に使ってこう安定させて餌食べていてですね、みんなハッピーなんですね。でこの日本の宇宙マウスプロジェクトはみんな12個個室があって、個室で飼えるので、非常に素晴らしい成果が、これはJAXAすごい成果なんですね。でこれを見た時に私が提案したかったのは、宇宙環境では微小重力と宇宙放射線、これが一番のストレスなんですね。で微小重力っていうのはもう金井さんが降りてきた時とか大西さんが降りてきた時見てると、もう歩けないですよね。筋肉と骨が退化しちゃっている、これはやっぱり使われない重力がないので使われない骨や筋は急速に減少していると。それから宇宙放射線は酸化ストレスと DNA 障害を起こす。で私の仮説は、このような宇宙ストレスを NR2 を活性化しておくと緩和されるんじゃないかと、これをぜひやらせてくれというふうに提案をしたわけです。でそこにあるのは、鍛えられた宇宙飛行士だけじゃなくて一般の人が宇宙旅行をする時代が来るんだから、そういう人たちのために、それから宇宙ストレス状態はちょうど寝たきり状態に似てるので、寝たきりの人に対する薬を開発するのに宇宙を使ったらどうかと、フレイルに対する高齢化社会のモデルなんです。で今まで遺伝子組み換えで病態モデルマウスって世界中に何千とこうできてるんですけども、宇宙に行って宇宙で宇宙旅行させようなんてことを考えた人はいなかったので、もう宇宙旅行を切り開いてる。で、JAXA にディケイドスペースマウスっていう用語、 JAXA がこれ言ったらこれは私が作った言葉ですから、そんなことをやろうと思ったんです。それでですね、行ってきたんですよ。去年の4月2日にケネディ宇宙センターで、もう60匹の中から精鋭の6匹をエナルス消してますと痩せ型選んで、スペース X14 ドラゴン宇宙船で打ち上げて、それで打ち上げから地区までに2日、それから降りてくるのに1日かかるので計34日間宇宙にいたんですけども、みんなで打ち上げに行ってですね、で宇宙では金井宇宙飛行士がおられたので、金井宇宙飛行士に採血までしてもらったんですね。彼は潜水艦乗りの船員、潜水艦のお医者さんに乗ってるお医者さんだったので、非常にこう上手なんで、それで、ちょうど34日後に5月3日だったんですけども、カリフォルニア沖に帰ってきて受領したと、行ってらっしゃいと言って帰りなさいとして、それで解析をしてきたんですけど、これはもう感動的な毎日でした。これが宇宙にいたエナルスのカートマウスで、野生型のマウスと、これ全部
無重力のなんで死んじゃうかな死んじゃうかなとか思ってたんですけども、幸い全部元気で帰ってきたということで歴史を切り開いたということになります。それでですね、アメリカから持ち出せないのでしょうがないので、帰ってきていろいろ調べた後で最後は解剖してきたんですけども、地上対象実験、同じことを地上でやった、1G でやったんですけども、これ見ていただくとですね、エナルスノックアウトマウスとワイルド痩せ型のマウスで宇宙から帰ってきた時の体重を調べてみると、こちらはまだ比較的若いマウスなので体重が増えている時期なんですね。エナルスノックアウトマウスは全然体重増えないんですよ。やっぱり宇宙のストレスを受けてるんですね。それで地上対象実験では両方とも同じだけ増えているので、やっぱり宇宙の環境ではエナルスがないと体重が増えない、やっぱりエナルスを増やしてやった方がいいんだ。他にも細かいメカニズムはいろいろあるんですけども、こういうことを今一生懸命解析しています。で、世界初と言ってこうすごく自慢してるんですけども、世界初の遺伝子ノックアウトマウスの長期飼育ミッションができたと。それで軌道上の微量採血にも成功したということなので、これは本当に我が国のここで成果になったんだろうなというふうに思います。それで東北メディカルメガバンクの方ではいろんなこう一般のフォーマット参加者の人たちのメタボロームとかゲノムとかトランスクリプトームとかやってるんですけども、このマウスについても同じことをやりながら健康に対する貢献というのをマウスで分かったことが人の中で本当にそういうことを繰り返されることなのかっていうようなことをメガバンクの多くの人たちのデータ化で見ていこうというようなことを考えています。これ金井宇宙飛行士、それから大西宇宙飛行士で一緒にこういうことをやりたいんだっていうので来てくれたんですけども、でも先ほど科学者は非常に批判精神に富んでるということを申し上げました。宇宙飛行士もやっぱり批判精神に富んでるんですね。それで金井さんありがとうって言ったら、全部つきましてありがとうって言ったら、でも宇宙実験はパチパチパチですよ。で、何よりですね、結果の解析が終わって論文として発表されるまでが一つのミッションですというので、早く論文書けと言って怒られたというそういうことになってるんですけども、どうぞよろしくということで、こんなことになってます。さて、数分いただいてですね、皆さんご存知のように私は東北大震災で大きなダメージを受けた東北地方の創造的復興をやりたい、それで東北メディカルメガバンクを設立して、先ほど のから話しているサイエンスは私のウィークエンドハビーみたいになってしまってですね、毎日のデイリーにはこれをやっています。で、私たちは最先端の未来型医療を地震とつなぎで被災した方たちに迅速に届けたい、それで私たちのやりたい未来型医療は個別化予防と個別化医療であると、パーソナライズドメディスン、パーソナライズドヘルスケアをやりたいんだということをお話をしています。個別化医療というのは一人一人に適した医療、それから、個別化予防というのは一人一人のに即した予防をやるということで、いずれもですね、体の設計図 がゲノム DNA ですので、 DNA を調べて、それでいろんな最先端の研究をして、こういうことを通して健康長寿の国を作りたい、これが私がやりたい、私たちがやりたいということになるわけです。合わせて創薬や医療情報産業の拠点形成によって東北地方の再生復興をやりたい、これが特に私の望みになります。どんなことをやってるかということなんですけども、大規模前向きゲノムコホートというのとバイオバンクで健康な人15万人に集まっていただいて、多彩なベースラインの調査をやって数十年の追跡をする。で、このデータや追跡期間のデータをバイオバンクに収めてみんなに使ってもらって、それでみんなで解析するというのがこの考えです。追跡しているうちには2年3年15年といううちには病気が起きてきますので、病気になったアフターのデータもこちらに入れようと。それでこれがその次世代の未来の医療の中心である個人に合わせた予防医療の確立の鍵になるので、これを一生懸命やっているということになります。それでですね、じゃあ個別化予防ってどうやるんだと、ちょっと皆さんご存知のアンジェリーナ・ジョリーさんみたいに BRCA1 という遺伝子が陽性で活性化してたら乳腺取らなきゃいけないとか卵巣取らなきゃいけないとか、それはドラスチックですよね。でもそこまでいかなくても個別化予防ってできるんですね。例えば先ほど来申し上げているエナラス、私のずっとやってる遺伝子なんですけども、この遺伝子は
人の NR2 の遺伝子の上流のマイナス617から C の人と A の人がいます。で C の人が圧倒的に多いんですけども、あの A の人もかなりいてですね、で CC の人に比べると C の方の人に比べると A の方の人っていうのは半分ぐらいしか NR2 が出てないんですね。そうすると皆さんここまでの話で NR2 の量が少ないんだからこの人たち危ないんじゃない、いろいろ病気になりやすいだろうと。で確かに急性肺障害とか急性腎障害とかっていう急性のショックのような症状になりやすくてですね、これはジャッキー・マーゼック、この山本っていうのは日本でやった仕事、それからこの マーゼックの仕事はアメリカ のノースカロライナ州でやった仕事で、白人の世界でもそれから日本人の世界、アジア人の世界でもこの A のホモザイゴートは非常に危ないリスクがあるということは分かってたんですけど、もうちょっとリスクを見てみようということで国立がん研究センターの柴田先生と協力してですね、築地の国がんの肺の非小細胞がん、いわゆる肺がんですねの患者さんを調べさせてもらいました。これがんじゃない人1163人、そうすると AA の人が大体 5% ぐらいおられるんですね。この部屋かなり300人ぐらいおられるかもしれない、200人ぐらいおられるかもしれないから、この部屋にもかなり10人ぐらい AA の人がおられると思うんですね。これがですね肺がんの人でこう調べてみると 7.7% 8% 近い人たちがこの、肺がん AA の人だった。で統計的統計検定するともう本当に優位にリスクが高いということになるんですね。これ見て皆さんどう考えられました？皆さんがお医者さんだったら、それでこの人が AA だと、こう私のクリニックに来た人が AA だと分かったら、もう一番最初に言うのは絶対タバコはダメだと、タバコは厳禁だと、これは医者としてのもう命令だと、医者としてのオーダーとしてですね、タバコ吸っちゃダメということを言いますよね。これ皆さんアグリーですよね。それもし女性の方だったら、若い女性の方で AA って言ってたら、私はまあタバコ飲みとかね、絶対にお嫁に行かないようにとこう言ってもいいような気がしますよね。ダメですかね。でそんなことがあるんですけども、私はこういうですね遺伝子の傷の具合、遺伝子の変異に基づいてこれ一つが何かを起こすっていうのは本当に割合低いんですけど、危険リスクを、発症のリスクを教えてくれるものを通して行動変異を促したり早期服薬に持っていくというのが、これこそが私たちの社会が進むべき個別化予防の、井村先生流に言うと先生医療のその世界になってくるんじゃないかなというふうに考えています。メガバンクは今380人ぐらい、小さくなっちゃいますけど380人ぐらいの人たちと一緒にやっていて、皆さんのご支援のおかげでなんとかやれているんですけども、本当に引き続きのご支援をお願いしたいと思います。それからこれは私の NR2 研究のやってる人なんですけども、このプリビアスコリーフっていう人たちで星印をついたの人たちはこの仕事で学位を取った人たちですので、まあ、NRS の研究はこの人たちもハッピーでしたということで、まだ一緒にやってくれてる、見捨てないで残ってくれてる人もいるので、一緒にもうしばらくやっていこうと思います。どうもご清聴ありがとうございました。